はい、How much? We are Japanese comedian and musician. まず自信持っていきましょう。 And musician. Please take us to your country. Oh yeah. わはははわはは。さあ、ここで笑ってくれた人何人いらっしゃるのかね。通じてんのかな。きっと通じないでしょうね。はい、はい、ではね、前回に引き続きまして、はい、世界中の変な法律をちょっとピックアップしてね。なかなかよく見つけてきたなって感じの、ね、この間はですね、はい、サウジアラビアのポケモンのカードを国内に持ち込むことは違法と、ねえ、ね、すごいね。そこに突っ込んでみたんですけれども、ね、次いきます、はいはい、イタリアのトリノの法律、まあ、条例かな、はい、ですね、はい、飼い犬は毎日散歩に連れ出さなければ違法。あ、で、散歩していないっていう通報があれば、はい、飼い主を処罰すると。処罰ってどういう処罰？罰金とかじゃないですか。もしくはゴミ拾いとかね、懲役とか。どうやってその、うん、散歩してないかどうかっていうのを調べるんだろうね、うん、やっぱ通報に基づくんじゃないですか。なんかそういうニッチなさ、うん、前回もそうだけど、はい、確かめるべく術っていうのがさ、うん、基本的になんか口コミなの。まあ、犬の場合だと、まあ、告げ口か、庭先に糞がね転がってたりすると、はい、分かりますよね。散歩行ってないんだなって。ああ、そういうこと？うんうん。ああ、なるほどね。うん。でもそれに付随してるようなのがあって、ドイツの法律です。はい。飼い犬一匹につき、うん、1日2時間は付き合うこと。2時間も ?2 時間恋人より犬と付き合ってるよみたいな。そうそうそう、だから12匹飼ったら1日終わるんですよ。あら、それは、あ、何、1匹単位の話なの、うん、1匹につきって書いてます。じゃあ2匹3匹飼っちゃったら大変なことになっちゃうじゃん。もう4時間6時間そう。いや、嘘じゃないですよ、あるんだもんだって。どうなっちゃうのそれ、2時間付き合わないと、多分罰金何十万とか何百万とか、そういう次元ですよ。動物系って結構厳しいね。ね、うん、で、もう一つあって犬系が、はいはい、イギリスの法律、うん、郵便局員は犬と目を合わせないこと。犬と目合わせちゃいけないの、うん、だから噛まれるかもしれないとかね。単に注意事項なんじゃないの。郵便局員の。でもまあ法律のジャンルに入っちゃってるんで。じゃあ犬と目合わせちゃったらどうなっちゃうの。多分罰金。罰金なの。逮捕後罰金もしくは懲役。目を合わせてそれで噛まれたら、うん、それは本人の問題じゃない。でもその前にもう目を合わせてる時点で終わりなわけですよ。目を合わせた時点でなんかその犬に対してなんか被害を被らせるって意味、うん、犬の心にちょっとねショックを与えるとか、ね、ショックを与えるみたいな、うん、郵便局員にみたいな。そう、ワンワンみたいな。そう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 。無駄に泣かせるとかね。無駄に泣かせるみたいな、うん、あー、なるほどね。どこじゃないんでしょうか、はい、郵便局員じゃなくてもいいのかもね、もしかしたらね。まあでも郵便局員って書いてある。郵便局員なんだ。一番こう他の犬と接する機会が多いんじゃないですか。多い。基本外回りなんでね。面白いね、はい、うん、次、はい、まだある、はい、まだまだまだあります。まだまだまだ、はい、はい、アメリカウエストバージニア州でございますね、はい、じゃん。玉ねぎの匂いのする口臭がある子供は学校に行ってはならない。どういうこと？玉ねぎの匂いがする口臭？だから玉ねぎ、口から玉ねぎの匂いを発する子供は学校に行ってはならない。行っちゃったらどうなっちゃうの？逮捕。逮捕になっちゃう。もしくはそこで歯磨き？でも本人がさ、分からないって場合もあるじゃない、はい、な、親が親が気づけよみたいな、はい、玉ねぎがダメってことは長ネギはいいんですかね。よくいわゆるな、なんか、うん、腐った玉ねぎの匂いみたいな、うんうん、例えをする、要は匂いでしょ。ちょっと、なんつったらいいんだろう、刺激臭っていうか。はぁ、あ、はぁ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 。ゴキブリが大好きそうな匂いですか。なのかな、うん、長ネギだとそういう匂いにならないんじゃないの、きっと。なるほど、ならないのかな、本当に。わからないけど、うん、もう玉ねぎですよ。あ、そう。ウエストバージニア州では子供がね、
うん、子供です。学校に行ってはならないんですから。大人が会社に行く分には問題ないらしいですよ。え、それはいいの？だって子供限定で書いてあるわけですよ。え、なんで子供はダメなんだろうね。他の子供に嫌な思いさせるから。そう、大人だってそうじゃん、ね、大人はちょっと我慢しなさい的に、ね、大人は我慢しろと、うん、で、あと3つほどありましてですね、はい、はい、いきますよ次、うん、アメリカバーモント州。バーモント州、バーモントですかね。わかった、はい、何ですか。学校にカレーの匂いをさせていっちゃいけない、うん、バーモントだからカレーってなんて安直な。そうそう、安直です、ね、違います、ペット系です。ペット系、ペット系、はい、うん、キリンを、ああ、電柱に繋いではならない。キリンを電柱に繋いじゃいけない、うん、どこに繋いだらいいんだよ。じゃあどこにも繋いじゃいけないんじゃないですか。どこにも繋いじゃいけないんだ、うん、まあ、心とは繋がってるけどもね。そう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 、うん、何うまいこと言ってんですか。そもそもキリンを飼うとか、うん、あのなんつうの、そういう状況はないでしょ。まあ、でもね、日本だと、はい、こう飼っていいペットの中で一番大きいのがキリンなんですよ。飼っていいの、キリン。うん、飼っていいらしいですよ、あれ。なんかそんな CM もあるけどね。あのほら、香取さんのあるじゃないですか。そう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 。え、飼っていいの、キリンって。キリンはいいらしいですよ。へ、うん、あれ前、この話したっけ、動物のさ、はい、値段の話。いや、聞いてないですね。聞いてない、はい、動物園が、はいはい、あの動物を、まあ、レンタルとか、うん、まあ、買ったりするときに、はい、動物の、まあ、相場っていうのがあるんで、はいはいはい、一番高い動物って何だと思う。キリンじゃないんですか、その流れでいくと。違う、パンダ。パンダ、パンダ。ほう、だって上野が今度あの、ね、レンタル東京都するでしょ、はいはいはい、あれ1億とかじゃなかったっけ、確か。ちょっと安くしてもらって8000万ぐらいだったかな。8000万、うん、1頭ですか。1頭かな、うん、そう、レンタルだからね。へえ、ライオンっていくらだと思う。ライオン、5000万。ライオンね、40万。安いな。ライオンってすごい子供産むんだって。うんうんうん、だからいらないんだって、みんな。なるほど。なんかライオンレンタルあのしたいんですけどって言われたら、うん、いいけど引き取ってって言われて、お金いらないから。40万。邪魔にされてるライオン的な。そうそうそう、ライオンはね、結構 余ってるらしい。余ってる、子供いっぱいあるんじゃん。へえ、なん、素晴らしい雑学でございます。面白い話でしょ、はい、うんうん、ちなみに我が家の犬は数万ですね、うん、数万円ね。数万円で買ってきたらしいです。あ、そう、はい、どこで。あの近所のペットショップで。へえ、なるほど。はい、わかりました。はい、アメリカオハイオ州の法律でございます。うんうん、警察官は、うん、犬を鎮めるために。あ、犬を鎮める。うん、はい、噛みつくことを認める。犬は何、鎮めるって何。水、海とか水。じゃあ、あの怒ってる犬を静かにするために。ああ、鎮める。あ、うん、はいはい、これを噛みついているらしいです、うん、警察官、警察官のみ。警察官以外はダメね、ええ、警察官は犬に噛みついてもいい。はい、その、あの怒り狂っている犬に対して、そう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 、静かにしろって噛みついてもいいと、うん、噛みつかれるんじゃないの。逆に。だって怒り狂ってるわけでしょ、沈めるってことはさ、うん、でも、うん、他の、その犬にあえて何噛みつくの。他の人はダメだけど、うん、警察官のみ噛みついていいっていう。あ、そう。これまで何々してはならないばっかりだったんですけれども。なるほど。してもいいっていう法律聞きましたよ。じゃあ、あの選手防衛みたいな。そうそうそう、一般ピーポーはもうあの犬に噛まれるしかないみたいな感じですね。そう、噛んだら犯罪なんですよ、きっと。こっちから噛んだら、お前警察じゃねえな、この野郎みたいな感じでね。どこそれ。オハイオ州。オハイオ州、はい、オハイオ州の人ちょっとまずいんじゃない。あれだね、きっと警察官はみんな勲章持ってんだろうね。あの星のマークみたいなのつけてさ、うんうん、犬をどれだけ噛んだかみたいな。俺は5回噛んだみたいな。星10個とか20個みたいな、ね、みたいなね。なるほどね。あいつはすごい犬をいっぱい噛んでるみたいな。はい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 。では最後ですね、最後、はい、カリフォルニア州、はい、地域の指導者たちは、うん、子供がふざけて水たまりを飛び越えようとするのを止めてはならない、うん、つまり、うん、子供には水たまりどんどん飛び越えさせろと。それ指導者ってどういうこと。なんだろう、その親御さんはいいの別に。それも指導者ですよね。あ、それ全員そういう大広い意味のね、うん、あとほら例えば子供会とかの会長さんとかね。おー、きっとさ、そういうなんかよくわかんない法律とか条例って、うん、はいはい、うん、それを多分作るきっかけになったなんか事件とかがあったと思うんだよね、うん、きっとそうなんですよね。あるんですよね、あれね。あるんだよね、きっと、うんうん、なんかその水たまりで遊んでた子供が楽しくし、ね、やってて、うん、
でなんかそれを静止しようとした大人がいてさ、うんうん、その時にたまたまなんかその静止したことによって子供がなんか死んじゃったとかさ、わ、うん、かんないんだけど、うん、逆に考えればキリンを電柱に繋いではならないって誰か繋いだやつがいるんですよね。だからねこれね、いたんだろうね、そういうことだよね。それでなんか迷惑っていうか、なんか電気が止まっちゃったとか、そう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 、あなるほどね。だってなんだろうな、そういうふうに考えれば、うん、飼い犬1匹につき1日2時間は付き合わせるなんていうのも、1時間59分しか付き合わなくて何かあったわけですよね。何か問題でもみたいな、うん、っていう感じでね、なるほど、まあ、いろんな法律があるんでございますけども、もしですね、面白いね、うん、これご覧になっている方でこんなの他に知ってるよって方がいらっしゃいましたら、ぜひね教えていただけると、はい、ネタになりますので、はい、よろしくお願いします。じゃあ今日この辺で、はい、バイバーイ。はーい。